はい、というわけで今回はね、最近いろんな形の方がいて、アルクさんだとか、アヤノさんだとか、めぐみさんとか、アリスさんとかね、最近スティームさんとかね、いろんな方たちがやってる。で、それぞれ非常に良いなというのはあるんだけども、中にはほら、同じく、なんかアスペルカの方で、アメリカに住んでいらっしゃる方でね、で、アメリカから見た、そういう発達障害っていうことをこう取り上げてさ、で、こう、配信してる方もいらっしゃるから、みんなすごくいいなと思うんだけどもね、私がちょっとこう、2012年から勝手に、2012年じゃない、私が2012年からやってたんだけど、主にまあミニカーとかトミカー関連でやってたんだけど、まあ、その時は、その当時はまだもちろんね、発達障害って言葉もないし、そういったものがどういうものかっていうのも全くわからなかった。で、知的障害っていう言葉はあったけども、それすらもどういうものなのかもわからないし、まあ支援学校っていうのは何なのかって全くベールに包まれてるというかね、全く未開の地みたいな感じだったの、世間的に見たら。でもここ最近そうやって取り上げられるようになったのは、結局その、なんていうのかな、そういう方たちがどん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 こう2年ぐらい前かな、こう出てきたから、そういう人たちがこう知れ渡ってきたわけね。だから自分もそれにあやかってっていう方が変だけど、こういう人たちが今やっとこう長い年月かかって出てきたから、じゃあ自分もね、もう YouTube そのものはほらもう6年以上前からだから。で、昔 YouTube って私2014年当初からやってたけど、その時って今だからこう今は広告収入も今日厳しくなったけどね、そういうのがありましたけど、2012年なんて広告収入ないんですよ。全くないの。だからもうある意味その、全くのその、なんていうのかな、まあ趣ある意味全くの趣味ですっていう感じがすごく強かったんですよ。ところが今は違ってきてるじゃん。今はね、広告収入でいくら稼いでるかそれ知らないけど、まあそれなりに稼いでる方もいらっしゃるし、他のほら何だか関連づけてね、で、それでこういうのよかったらこっちのお店で店経営してたって、こっちのお店で遊びに来てくださいね、例えば自分だったらオークションやってるからオークションも見てきて買ってさって買ってくださいねみたいな、そういう宣伝なんかも入れることできるからね、でそういうのでそのやってらっしゃるけども、そういうのやってるんだね。ただみんな発達障害の人がそういうふうに残念出てきたから、自分もそれにあやかるというような感じで、発達障害っていうことを、まあ、隠してるわけじゃないんだけど、一部こぼそっと言ったこともあるんだけど、それをほら、主にミニカーがね、今でもそうだけどミニカーがほとんどだから、好きなことで生きていくって傾向がすごく強いので、そうすると、そっちの方になっちゃうからね。だからそのいう傾向が、その、で、自分の場合はほら知的があってね、その他の方たちみたいに、アルクさんとか、みんな他のアルクさんとかスティームさんとかいう方たちみたいに、その中学高校大学を出て、そういうところでこう学んできたっていう人間とはまた違うから、それをこう自分の場合は学びたかったけど、全くもう分かんないっていうね、学ぼうと思えば思って実行しようとするほどこんがらがってくる、わけが分かんなくなってくるっていう状況になってたから、もう小学校、悔しい話だけど、小学校4年生ぐらい時からもう止まってるような感じなの、言ってみればね。もうで、勉強はそれより多少は進んだけまあそのコミュニケーションとかは多少は進んだけど、それでもまあ小学校6年生程度かな。で、小学校4年生程度でその勉強が止まってる。だから基本的には小学校4年生で、まあ、時が止まってるみたいなもんですよ。自分の感覚の中ではね。未来はどん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 進んできて、年代はどん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 進んできたんだけど、まあ、ぶっちゃけ言うと時代が止まってるっていうような感覚なんだよ。なんか、そのままずっと今までがこう生きてきてるなっていう。だから自分でも、まあ、いろんな虐待とかね、いろんなのがあってね、いろんなとこ行ってこう指定されたりね、前の福祉とこも話したけど、そういうのがあったりするから、自分でこう今まで日々生きてるっていうのがこう不思議なことだった。だけど自分はいざ何に行ってももうおかしくねえなっていう状況の中で動画撮ってたから、もう2012年ぐらいかなに撮ってたからね。だからまあ、ある意味そういう感じで撮ってたから、だから、あの方たちのように、
うまくは喋れない。うん、ね、ましてはほら、喫音の方とかもいらっしゃるじゃん。喫音の方でもほら、ちゃんと大学とか、ちゃんとじゃない、高校や大学とか出てるんだけど、それでも人と会うと全く言えない。だから例えば面接なんか受けた時に、例えばバイトにしろ、正社員にしろ、質問、社長からこうこうこうですよ、何ですか、どういうことでやってきたんですかとかってこう説明されてもうまく言えないっていうかね。だから日本の福祉が情けないことにそこのところが充実してないんですよ。で、お給料がね、正直言って、まあすごくこれは、おかしな話だと思うんだけども、給料が上がってない、給料が平均の給料以下なの。平均の給料以下ってことは最低賃金、下手したら最低賃金以下で暮らす人が非常に多いっていうことなんですよね。もうそれこそ1日で200円とか300円とか、っていう。だから、で、しかもその、障害者雇用で一般の会社も雇えるんだけど、聞いた話、障害者雇用でも雇える人の中でも、その、なんていうの、期限みたいなのがあって、2、3ヶ月になると、まあ、派遣社員と同じですよね。2、3ヶ月経っちゃうと、もうその補助金っていうのが受けられるらしいんだけど、障害者の人にね、雇うと。受けられるんだけど、それがもう受けられませんから。で、同時にもうやめていただき、くださいみたいな、ひどい話になってるね。だから、結局そういうので、私も福祉の集まりなんかに行ってるんだけど、結局ね、学校、例えばもう、まあ、洋学校っていうか支援学校を卒業した人たちの話なんか聞くと、大体そうですね、なんとかして、作業所に行ってる人もいれば、作業所では正直生活ができないから、生活っていうか、まあ、生活が全部ができないにしても、ちょっとした生活ですらできないから、一般の会社にってなるんだけど、一般の会社でもそういうふうに、障害者のほら支援補助金でが出るはずなんだけど、それが結局2、3ヶ月すると途中で来てちゃって、同時に解雇させられてしまった。要は、まあ、派遣社員っていうふうな感じで雇われてしまうっていう人の方が多いんですよ。だからこれは日本の福祉の問題ですよ。日本の福祉として本当にある意味スウェーデンとかスイスってのはすごく障害者に充実してるんだけど、日本の場合は昔からこうですみたいなすごい強い頑固なところがあって、で、これはこうですからっていうところがあって、そこがね、障害者の人の気持ちを分かっているようでいてね、結局そのあんまり分かってらっしゃらないところがあるんじゃないかなと思うんですよ。もっと障害者の人の気持ちを分かってください。それはね、発達だろうが身体だろうが関係なくね、ところがそれが分かってない。で、障害ので一般の方たちがその障害者の人たちを助けたくても、障害者の人たちにこうアドバイスすると、その分だけほら自分の仕事もやっていかなきゃいけないんで、お給料がまあね、その分減っちゃったらまずいじゃん、自分と一般の人だってその生活してるから。だから障害者の人のこうアドバイスというか指導というか、そういったことがまあできないと。だからこんなね、おかしなね、福祉の制度ないですよ。もっと福祉の制度をはっきり変えてね、要するに障害者の人を雇って、で、障害者の人を、まあ、指導するってこともあると思う。あるいは改善し、いろんなところを全く完全にってわけにはいかないかもしれないけど、改善するっていう、偉そうに言ったら申し訳ないけど、ただそういう中でやっていく上で、その例えばバイトしてる兄ちゃんだったりね、従業員の人であったり、そういう人が障害のある人とか、まあ、身体のある障害のある人、あるいは発達障害の人、そういう人たちを指導したら、まあ、その分だけ補助金がその人たちにももらえますよ。だからそこの会社で働いてるバイトをしてる人とか、従業員の人とか、そういった方たちにはね、ちゃんと補助金がその分もらえますよ。で、それでいてお給料はどうなるんですか、その人のお給料はお給料として今まで通り支給されますよ。だからそれで2つもらえるわけじゃん。だからそういうふうにすればいいんですよ。そうしたらほら、あっという間にある意味景気は良くなってくるし、だって景気のいい鍵を握ってるのは、私たちある意味障害のある人たちが景気の鍵を握ってるんだよ。景気の鍵を握ってね、障害のある人たちが景気の鍵を握ってるし、子供だってもうやってみれば弱者なんだから、ああいった人たちがもう障害のある方を子供、
お年寄り、こういった人たちがどん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 そのお金をあらゆるところでこう使っていただければ、あっという間に景気が良くなるの。そこが今の国がどうしてそれをやらないんだ、どうして弱者に対してそんな厳しい政権をやるんだと。だからちょっと言ってみます。